どうも、竹の岩竹野です。今日もよろしくお願いします。はい、今日はアイラのねマクタラです。マクタラ、また新しいものですね。これマクタラ、今までマラテラストラータやりまして、非常にやっぱりねアイラらしい、美味しいスモーキーでピーティーなウイスキーなんですけど、こちらはですね、マクタラはボトラーズなんで、マクタラは旧モリソン&マッカイシャ、今ね、正式名称は、モリソンスコッチウイスキーディステラリーになってますね。モリソン社、が毎年5月の末ぐらいにアイラフェスがあるんですよね。そこに、スペシャルボトルを各社出すんですけど、マクタラの今年のアイラフェスのボトルです。ペドロ・ヒメネスです。マクタラ・ペドロ・ヒメネス。2023。ですね。こちらもちろんその蒸留所非公開なんで、どこのものかはわからないんですけど、アイラのシングルモルトを、26種類のペドロ・ヒメネスの樽で熟成させた。熟成年は書いてません。で、26樽使ってるということですね。樽も確かバットとホグセットを使ってるということで、大きい樽と、割と小型って2種類ですね使って、26樽、こちらをブレンドした、非常にマクタラらしいスモーキーピーティーではあるが、ペドロ・ヒメネスが効いた味わいだと言われております。今日はこれを早速飲んでみます。700ミリの 54.6 度ですね。カスクストレングスではないですね。ノンチルノンカラーリミテッドエディションということで限定品です。日本の入荷は480本だけってことね。でもね、そんなにやっぱりこうウイスキー好き、アイラ好きじゃないと、あんまりそのメジャーではないということもあるのか。まだねネットでも買えると思いますよ。はい、一応リンクは貼っておきます。マクタラはね、最初に飲んだ時からちょっとハマっちゃいましたね。もちろんコメントもねいただいたりしてるコスパアイラいっぱいありますよね。アイリークとかねありますけど、あれはあれでいいんですけど、こちらのやっぱりその熟成されたマクタラのストラータとかね、美味しいんですよね。だからこれも期待です。まずはストレートを入れます。はい、そして、こちらは薬をして、蓋をして、座りをして置いておきます。はい、ではマクタラのペドロ・ヒメネス、楽しみです。はい、まずは香りから。おお、なるほど、甘煙、これはすごい融合してます。すごいね、やっぱりアイラ臭いんですよ。ピートスモークがドカッとくるんですけど、特にマクタラ、テラ、マラ、あの辺に共通するものはありますけど、圧倒的に違うのがそれとともに現れるこの甘い香りですね。でピート感はやっぱりその海のピート、アイラのピート効いてます。そして本当にね香りは甘い、甘煙です。はい、では
お兄さんもぼちぼち、極端ではない感じですね。はい、ではいただきます。味わい、まずアタックはピーティースモーキー、この味わいきます。そしてレーズンですね。はい、ペドロ・ヒメネスっぽい甘いラムレーズンって言うんですかね。そういった味わいがきて、最後にちょっと余韻でほんのりでスパイシーもあります。だからやっぱり飲み口もやっぱりその、甘ピーティーとか甘スモーキーというか煙甘というか、なんかそんな感じですね。これはまたマクタラのね、僕はねマクタラはストラータっていう15年熟成これ絶品だと思ったんですけど、それとはまたこう違う味わいで、あちらの15年のストラータはあのすごくあのアイラっぽいところがあのマクタラマラテラで暴れまくってるのが15年っていう熟成によってかなり落ち着いたピート感になって、それに伴って出てくるフルーティーな甘さっていうのが美味しいなって感じなんですけど、こっちのねマクタラペドロヒメネスはあのフルーティー、まあフルーティーじゃフルーティーですけどね、あのレーズンなんで、でも完全にこのペドロヒメネスが効いてるという、フルーティーさが、そして 54.6 度、なかなか飲み応えもすごいです。はい、ではあの先ほどね加水しておいたものです。加水しておいてこの中に溜まっていた香り、香りの段階ではもう加水してこうやって置いておくとピートスモークを抑えて甘いラムレーズンの香りがペドロ・ヒメネス由来ですよね。それが非常に残ってますね。である程度こうその香りが落ち着くと、やっぱりピートスモークがきます。そしてどうでしょう、これピーティースモーキーというよりピーティーの方がなんか目的にはそんな感じですね。煙っていうのもあるんですけど、煙よりもその海のピーとあのアイラのピーと臭いという、そっちの方がなんか感じとしては感じております。はい、ではいただきます。うまいです。これはね 54.6 度あるんで、こうやって少しずつこう足しながら自分好みの濃さにね調整して飲むのもいいと思いますね。やっぱりあの50度を越してくると、まあ人によっては、もしくは体調によっては、その日の気分によっては、あちょっとアルコールきついなっていう、アルコールきついなというか、アルコール臭いという意味じゃないですよ。飲んだ時に舌に広がるあのちょっと刺激と喉が熱くなる感じ、そういうのがちょっと和らげたいなっていうのがやっぱりね50度越すって正直ある時もありますよね。そういう時にこうやって水でね少しずつ加水して、圧倒的に飲みやすくなって、いいと思います。これはね本当にあのマクタラらしいそのアイラピートのガツンと効いたところにペドロ・ヒメネスが喧嘩をしないでこう融合してるという、そんなイメージがしっかりしたストレートでした。ではオン・ザ・ロック飲んでみます。はい、ということでマクタラペドロ・ヒメネスです。
オンザロックいただきます。おお、悪くない、うん、ちょっとねやっぱペドロ・ヒメネスなんでちょっと冷やすとどうかなっていう期待感というか、なんかちょっとあのどうかなっていうのがあったんですけど、これ飲んでみるとね、割とそのアイラっぽいところに結構ペドロ・ヒメネスからこれ甘さが冷えてビターになるところと相まって、ビターチョコレートっぽい煙ウイスキーって感じになりました。煙ですよね。でやっぱりそのアイラの海藻のピートっていうのがしっかり効いてる。これはね美味しいですよ。まあもちろんそのマクタラを飲んで好きな方とか、うん、アイラ好きな方、そしてやっぱアイラの味わいとあのシェリーダルが融合したのってありますよね。そういった形が好きな方にはこれもそのアイラプラスシェリーっていう仲間に入れてもいいんじゃないかと思いますね。まあアイラフェスの特殊なボトルなんで、まあコスパはそのいいとは言えないですけど、うん、やっぱりここまで来ると正直2000円台3000円台の、コスパアイラにはない美味しさっていうのは正直あります、はい、だから単純にやっぱアイラを味わうっていう時には2000-3000円台のもので、あ、今度ねそっちの方の飲み比べとかもしたいなと思って今予定はしてるんですけど、まあそちらを置いておいて、こうやっぱりその一味違うアイラっていう感じがするこのマクタラのペドロ・ヒメネスですね。ではどうでしょうね、ハイボールしてみます。はい、ということでマクタラのねペドロ・ヒメネスハイボールにしてみました。どうでしょう、いただきます。うん、僕個人的にはありですけど、うん、まあでもありぐらいかな。格段にハイボールにしたから美味しくなったっていう感じはないです、正直。うん、でやっぱりシェリーダルなんで、うん、でもあんまりね出てないですね。そのこの前飲んだエデンビルの方がよっぽどなんかもっとゴムチューブ感あったんですけど、こちらはねそんなにそのシェリーダルだからハイボールはちょっとっていう感じのネガティブ面はそこまでは出ないんですけど、味わいがね薄いっすね。やっぱりまあ濃く作ったらどうなんだって言われると、濃く作るとまたそういうネガティブ面出るかもしれないし、せっかくのそのペドロ・ヒメネスが聞いてるケムアマのアマの方が、あ、ちょっと印象薄れるかなってハイボールです。まあまあ個人的な意見ですけどね、まあ皆さん飲んでどう思うかわからないですけど、そうですね、僕ねここまで飲んだ中では個人的にはやっぱりね、この54度っていう 54.6 度っていう度数もあるし、ストレートで、このね煙さと甘さの融合を味わった後にこの加水をして溜まったこのアイラのピート感を抑えるほどのペドロ・ヒメネスの甘さの香り、これねこの蓋付きで楽しめますね。グラスもそういうグラスを選んで、飲まれると、そこが一番僕おすすめかな。そしてその常温の水でちょっとずつね度数を調節して、その日の自分に合った濃さでいただくのが美味しいかな。ロックはね美味しいです。ロックはいけます。
ハイボールの木ではないかなという正直な感想ですね。他のマクタラは割とハイボールでもいけたんですけど、やっぱペドロヒメネスがこれだけ効いてると、そこを生かした飲み方の方がより合ってるのかなという気はした一本でした。はい、ということでね、今日はマクタラの今年のアイラフェスのボトル、マクタラペドロヒメネス2023、これを飲んでみました。タブノイバー竹を毎日ね、こんな感じでいろんなウイスキーとかお酒、メインが蒸留酒で、まあ、蒸留酒以外でいうとビールを時々やるぐらいね、いろんなものを飲みながら、まあ、こういうね、テイスティングとかレビューですね、僕はあのテイスティングのプロじゃないんで、レビューをしたり、いろんなあのボトルを使って企画を組んで遊んだりね、情報発信、いろんなことやっております。ウイスキー好き、お酒好きの方はね、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフを楽しみましょう。はい、では今日の宅の岩はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。